トイトローラースパニエルのスケッチがトイトローラースパニエルはイギリスのイングランド原産の絶滅したアイワン犬種である。19世紀末期に作出された犬種で昔のキャバリア、キングチャールズ・スパニエルの姿を再現するために作出された。この再現というのはキングチャールズ・スパニエルからキャバリアの姿を取り戻そうという運動とはまた別のものでむしろ巻毛のカムファターに近い。 そして、絶滅してしまった、グレディン・スパニエルのジェットブラックのコートを持つキャバリアを再現するという取り組みによって作られたものである。作質には、オールド・イングリッシュ・スパニエルや、スパニエルタイプの犬、ウォータードッグタイプの犬などが使われたが、オールド・イングリッシュ・スパニエル以外の犬種名は未だ、はっきりとわかっていない。この後輩によって完成した犬種は、コートカラーが、 ジェットブラック以外にももう一種、ホワイトブラックの毛色パターンができてしまったが、二色とも、グレディンスパニエルの愛好家にも受け入れられた。また、トローラーの犬種クラブも発足し、ペットとして飼育されたほか、ドッグショーにも多数出場するまでの流星を極めた。ところが、第一次世界大戦によって、大きな打撃を受け、最も人気を博していたイタリアに、数頭が残るのみとなってしまった。 ほぼすべてが繁殖的冷気を過ぎていたため、犬種はその後長続きせず、絶滅してしまった。現在トローラーの復活計画は立てられていないが、その姿はトリング博物館で見ることができる。その剥製は本種がすでに希少化していた時代に生きていた犬のもので、ロビンゴーという名前のホワイトブラックの犬である。なお、作出された本にである。 グレディン・スパニエルのようなジェットブラックの毛色の犬の白星は残されておらず、現在は見ることができない。外見はややキャバリアに似るが、コートは長く巻き毛で、耳、を胸、足の後ろ側に飾り毛がある。マズルは短めで凛々しい顔立ち、耳は垂れ耳で、尾は巻き尾だが、10から12センチメートル位の長さに段をして人への巻き尾にした。コートは艶があり、 毛色は、ジェットブラックか、ホワイトブラック。後者の毛色は、ホワイトの陣色で顔のフレーズを覗く部分と耳、背中が黒い。特に背中のマーキングはウエストを着せたような形をしていて、このマーキングがはっきりしているものが好まれた。体高28から33センチメートル、体重5から7キログラムの小型犬で、性格は友好的で人懐っこく、 勇敢であったと言われている。ありがとうございます。